ユーミンのラジオでの日は、羽生譲るからの意外なプレゼントが楽屋に届く。ミュージシャンでありシンガーソングライターの松藤や美六69歳が、20日に放送された日本放送の、松藤や美のオールナイト日本ゴールドに出演しました。彼女は、昨年の大晦日に NHK 紅白歌合戦の審査員を務めた経験について明かしました。審査員席には、ほぼすべて知っている人がいましたとユーミンは話しました。 その中には、昨年プロに転校したフィギュアスケート男子の2連覇オリンピック選手、羽生譲さん、28歳も含まれており、昨年末にはラジオにゲスト出演していました。彼女はこの機会に感謝し、ゆずくんが差し入れをしてくれました。彼の地元仙台の名物である、萩の月が楽屋に届いていましたと明かしました。さらに、松本三39歳とは同じジムに通っていることを明かしました。 最近、彼とはお正月のメールのやり取りをしました。来週から大河ドラマが楽しみですと書いたら、頑張りますと帰ってきましたと、新年の挨拶を報告しました。また、紅白のステージから一生懸命アイコンタクトを送りましたが、わかりましたか今年もよろしくと書いたら、わかりましたよ。ドキドキしましたと帰ってきました。褒めているのかどうかはわかりませんが、そう書いてありましたと彼女は笑いました。 ユーミンの話は、彼女の人柄と交流の豊かさを浮き彫りにします。彼女の周りには多くの人々が集まり、彼女の人間関係の広さが伺えます。彼女の話からは、芸能界でも信仰のある関係や、普段は見られない舞台裏の一端を垣間見ることができます。これらの交流から、人とのつながりやコミュニケーションの大切さを考えさせられます。時には、一言のメッセージや差し入れが、 相手にとって大きな喜びや感動を与えることもあるのです。さて、皆さんは自分の周りの人々とどのようにつながっていますか彼らとの交流を通じて何を学びますかまた、一言の言葉や小さな行動が他人にどのような影響を与えるか考えてみましょう。それが、私たちの日常生活におけるコミュニケーションの大切さを再確認するきっかけとなるかもしれません。